3分間で話すイヤホンレビュー。今回は、ナイス HCK の、時間が経てば経つほど評価の引き上がる名作、ナイス HCK ロフティが2万1000円になってたのでピックアップだ。ロフティは、ナイス HCK のフラグシップ1ダイナミックドライバー。フラグシップと言いつつ、他社の絶対手の出ない価格からは随分常識的な、3万円の値札がついてるぞ。動画投稿時は2万円だけどな。このイヤホン、なんでこんなに高いかというと、製造にコストのかかる、ピュアベリリウム振動板を採用してるから。そして、高評な高価格モデルは、大体その値段になったのに見合った価値があるものだ。より低価格なベリリウム振動板を採用したダイナミックドライバーと比べて、安いものは一般的にベリリウムを樹脂振動板にコーティングしたもの。こちらはベリリウムだけの振動板、と、大きくその構造が異なる。実は、ドライバーとしての特徴は、コーティングしたモデルの方に強く出てて、強烈に弾む低音域、金属音が明るくきらめきまくる高音域、この3つの特性は、ベリリウムコート振動板を採用したモデルの方が前面に出てきてたりする。ロフティは、箱出しで聞いた時には、かなり高音が柔らかく、全体に暖色の雰囲気をまとったイヤホンなんだけど、数百時間のエイジングを経て、どんどんと高音が引き締まり、低音の臨場感、空間表現が増していく、ピュアベリリウム振動板採用モデルの中で、最安クラスに位置しているのも魅力だ。アルミのハウジングは、エイジング完了後に高音をよく響かせるし、装着感も良好で、扱いやすいイヤホンでもある。このイヤホンのレビュー、特に発売当時のものはもんよりしたものが多いけど、これは、エイジングが進んでいないロフティだから、今日までロフティを使い込んでるユーザーは、大体ロフティに高評価を下す。どれくらい音が変わるかというと、ロフティに最初から付いている青い布皮膜のケーブルは、中低音域をリッチに聞かせるものなんだけど、相性が悪くて、初出の商品を掴んだ人には、より高音域が強調されるケーブルが配布されたくらいなんだけど、これがエイジングが進むと、なんと初期付属のケーブルの方が相性が良くなる、というレベル。高音域の明瞭さが霞に突き抜けたようにくっきりと改造し、エイジング完了後のロフティは、どう価格帯トップクラスの魅力ある、メリハリのあるベリリウム1ダイナミックドライバー機に変貌するぞ。エイジング前も、人は選ぶが有能だったものの、やっぱり、僕もエイジング後が好きだし、結構大きく変化していくので、エイジング前の音が好きな人にはおすすめできないな。エイジング完了後のロフティは、高音域が、金属音のよく響く、強烈に高音域をきらめかせる音色。ただし、もちろん刺さりはゼロで、変に歪む楽器の音色もなし、中音域は、ピュアベリリウムらしい歪みの少ない音色で、通常のベリリウムコーティングを採用する、ユースなどに比べて、ここの量感で若干の差が出るな。さらに、低音域は臨場感たっぷりに沈み込み、それでいて他音域と干渉しない。ベリリウム、およびベリリウムメッキの1ダイナミックドライバー機は、どれも低音域の臨場感に特徴があるんだけど、このロフティも特に顕著な部類。ただし、低音量が大きすぎて他音域を飲み込むようなこともなく、臨場感とバランスを両立した鳴り方だ。空間は、エイジングが進むほど、自然に拡張していく。中高音域あたりが明瞭で区切れるようになるので、より明細な鳴り方が手に入るはずだ。ネタバレしてしまうと、ロフティは僕が今一番使っているイヤホンのうちに入っている。特に1ダイナミックドライバーの部門で言えば、3万クラスだと、このロフティと C オーディオのエリクサーの2択みたいな状況だ。もちろん、これより安価なクラスにも愛用モデルは多いけど、本当にがっつり音楽を聴きたいなら、ロフティかエリクサーの2択状態。価格で引かない人なら、これくらいの勢いでおすすめしたいイヤホンになっている。繰り返すけど、このイヤホンのマイナスポイントは、箱出しの印象が落ち着きすぎていること。高音の反応が緩やかで、今回褒めてるような評価になるには時間がかかる。HCK の方でもエイジングしてから出荷するようにしたらしいけど、このレビューで褒めてるほどの焼き入れをしてるかというと、そうでもないのかも。というわけで、本当に愛好者を信じて長時間使い込む時間が必要になる、かなりハードルの高いイヤホンだ。故に、入りやすいなら入りやすいほどいいんだけど。ちょうど今じゃね？というわけで、すでに何本もイヤホンを触ってる上級者に聞き、ぜひ一度挑戦してみてほしい。ちなみに、個人的にリケーブルのおすすめは、メーカーが違ってしまうけど、JS-Hi-Fi のサソリ、全域を強調できる、純度高めの導線ベースのミックス線が、ロフティの美味しいところを全部取りできるので、個人的におすすめだぞ。といったところで今回はここまで、気になったらぜひこの機会に、そっから真の姿になるまで半年くらいかかるかもしれんけど、